どうも、わきです。プロスペースやっていきましょう。今回は秘書アリーナの累計報酬を全て回収してきましたので、こちらの OB 確率 33% S ランク契約書を使っていきたいなと思います。そして今回古田さんを狙っているんですが、ここで古田さんが引けなかった場合はこの OB セレクションを追加で30連引いていきましょう。まあ、ヤクルトにして古田さんだけはしっかりと手に入れたいなと思います。自チーム A ランク契約書も手に入れることができましたので、まあ、しっかりと称号もつけられると、まあ、パワー、英語、そして同値というところを狙っていければいいなと思っております。ということで、早速ですね、この OB について見ていきたいんですが、まずはですね、改めてこうやってラインナップを確認しますと、西武秋山さん、はい、そして南海杉浦さん、はい、楽天が肘沢選手ですね、はい、で、ロッテが伊良部さん、2チャームが張本さんということで、僕はですねこの張本さんをまず引き当てることができましたと。そして張本さん一時ちょっと A ランクとか集めようと思っていた時期があるんですが、結局ですね集めてなくてですね、まあ前回この日ハムの選手量をちょっと確認したんですがいないと。そしてコメント欄で秋さんジャイアンツの方は残してないんですかというコメントがありまして、ジャイアンツの方も見てみると残していないということで、まあハリさんね打撃能力は非常に魅力的なんですが、まあちょっと今までご縁がなかったというところと、まあ結構 OB の中でも後ろ目に出るので、まあ打撃能力はいいんですけど、ちょっと守備能力は低いんで、まあ DH でしかね、こう個人的にはスタメンの枠では使っていくところがないというところで、まあ他の選手を今までも使ってきたのかなというところですね。はい。で、加藤さん、ジャイアンツ堀内さん、DNA が佐伯さん、はい。で、タイガースが、下柳さんですね。で、カープで江藤さん。で、中日で岩瀬さん。で、ラストヤクルト、古田さんという形になっているんですが、やっぱり僕、前言撤回で今回この OB セレクションは必ず追加で30連引きたいなと思います。というのも、やっぱり岩瀬さんも欲しいなというのはありますね。まあ、ランキング走るまでではないですが、もし、最初の契約書で岩瀬さんか、まあ、古田さんどちらか引ければ、そうですね、二人ともぜひゲットしたいなというところです。今、スピリッツ3200の抑えで言うと、山崎康明投手がいるんですが、どうでしょう、山崎投手とこの岩瀬投手を比べて、まあ、岩瀬投手は中継ぎもできますし、はい。うん。そういったところで中継ぎでも使えますしね、まあ、中日枠、貴重な中日枠というところもありますし、持っておいて損はないかなと。ただ僕、権藤さんも持っているので、まあ、そこで中日枠はあるんですよね。はい。ではありますが、まあ、間違いなく手に入れば僕、岩瀬さん極みで持っているので、まあ、間違いなくオーダーに入ってくる選手だと思いますので、まあ、岩瀬さんもできれば欲しいという感じでいきましょう。ちなみに古田さんは、ミート80、パワー78ということなんですが、称号的にはどんな感じになるかと言いますと、なので、パワーが2個上がる称号だと同値になるので、バズーカ、および稲妻、圧倒的パワー、まあ、このあたりで同値になるというところですね。で、パワー A 超えることだけを考えると、例えば星3以上確定にしてあげると、飛ばし屋、稲妻、脅威のスラッガー、バズーカーというところが候補になりますので、まあ、同値の前にやっぱパワー A 超えは狙いたいなと思っているので、まあ、ここは、サポートアイテムを使って星3以上にしようかなと思っていますという感じですね。はい。ということで、まあ今、森友哉選手ですね。思っていますが、ぜひキャッチャーはね、やっぱり守備面まで考えると古田さんを使っていきたいということで、まあ今回ね、この古田さんだけはぜひ手に入れたいなと思っています。でですね、近日中、どうでしょう、2月、3月中にですね、ちょっとリアタイ企画をスタートしようと思っております。まあそれもあって古田さん全力でねちょっと狙いたいっていうのもあったんですが、僕甲斐拓也選手とかも極みで持ってませんし、まあ今年は城島さんは出てないのかな。まあどちらにせよ僕今城島さん持っていなくてですね、はい。まあ守備がいいキャッチャーっていうところを、まあ小林選手とかも僕育ててないですし持ってないんですよ。もうだから古田さんしか本当に守備のいいキャッチャーって僕の中では選択肢がなくてっていうね、はい。今回だけはちょっと全力で取りに行ったと、そういうね事情もあったりします。皆さんぜひリアタイ動画も楽しみにしておいてください。ということで早速契約書を使っていきましょう。で今回はですね、実は他にも豪華な契約書がいくつかありまして、それも使っていきたいなと思います。 S ランクバトルスタジアム契約書と、
閲覧契約書、こんなのもあるのでですね、今回使っていきましょう。では早速バトルスタジアムの方からいきましょうか。はい、そうだ、これね、なんかねもらって、ただこれだけで動画にするのは渋いから、いつか契約書を使うときに一緒に使っていこうかな、動画にしようと思っていたんですね。行きましょう。バトスタの時の選手はただ山崎投手あそこで引いたので、お、アジア井上選手、これ被りましたね。はい、アジア井上選手は持っていましたが、そう、あんまりもう山崎投手が引けたので、そんなに欲しいっていう選手は正直いなかった感じでしたね。 S ランク契約書も引きますか。はい、この契約書はおそらく、そうですね、引いていいですね。今通常シリーズで言うと欲しい選手誰になるかな。もう結構揃ってはきているので難しいところではありますが、まあでもちょっとやっぱ称号要因とかは欲しいかな。はい、今後長きにわたっても坂本選手とか被ると嬉しいなというところではありますが、野間選手が来ましたね。はい、さあということで、せっかくなのでその他契約書も引きましょう。まあ、A ランク OB 契約書もね、ちょっととりあえず引きます。はい、ゴールド契約書も引きましょう。自チームは置いておきます。この自チームをちょっと今どこで使うべきかがわからないので置いておきましょう。よし、ではこれでいきましょう。さあ、最強決定戦はね、ちょっと風邪ひいてこのベストナインタイトルホルダーの、ね、育成が間に合わなかったっていうところもあるんですが、すこぶる調子が悪くてですね、まあ1000以内には間違いなく入れそうなんですが、ちょっと2桁にも入れないっていうね。お、岩瀬さんナイス、これもう岩瀬さんマジで欲しいぞ、となると、はい、というところなんで、ちょっとねさらにここから気合を入れて頑張っていきたいですね。秋山浩二さんは確か僕あれ集めてなかったっけ。あ、そうだ、プレゼントボックスの方に何人か置いてるっていうのはあります。ハリさんにしても2人ぐらいですね、 S ランク2枚ぐらい、はい、プレゼントボックスの方に置いているというのはあるので、確かね、秋山浩二さんもそんな感じでちょっと集めた気がするな、多分そうだと思います。はい、ただ極みになるだけはまだ持ってないですね。まあ現状やっぱり岩瀬さんと古田さんかなというところです。さあでは引いていきましょう。この 33%、まず 33% というのもありますし、まあ、そこからね12分の2、まあ、今回6分の1をね引かないといけないので、確率としてはそんなに高くはないですが、奇跡を起こしましょう。岩瀬さんか古田さんが欲しいです。お願いします。出たら神、頼む頼む頼む。うーん、江藤さん OB は引けましたが、はい、まあでも江藤さんも今後集めていきたいところではありますね。アーティストのサード、はいはい、集めていきたいなというところではありますが、まあ個人的にはノリさんとかがサードでね言うと好きかなというところはありますね。はい、ということで、ではガチャ引きましょう。もうここはヤクルトにして、ただまだこの最初の20連とかで古田さんとか岩瀬さんが出る可能性もありますので、それを願っていくしかないですね。頼む、出てくれ、古田さんの A ランク、ちょっとでも同値チャレンジをしたい。はい、さあお願いします。来た、さあ来い、頼む頼む、頼む、来い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 、うーわ、いや結構 OB 引くんだけどな、今回累計も合わせて結構 OB を引いているんだが、なかなかこの狙いの2人が引けないけど、まあ今回はねこの自チーム確定があることに感謝して、はい、最後古田さんしっかりいただきましょう。ただまだこの確定部分以外で岩瀬さんとかが出る可能性もありますので、はい、期待です。
あと古田さんの A ランクが普通に欲しいですと。今回後で来るガチャとかは特に引く予定はないんですが、まあなるべくチャンスは多く、ガチャ運はまあまあ良かったんですよね。惜しい。おー、ナイス、山田哲人選手の A ランク嬉しい。 OK、 はい、ということでまあまあまあ、はい、もう古田さんが手に入っただけでね、良かったと思います。はい、しっかりと育成してですね、今後リーグオーダーでも、そしてリアタイでも活躍してもらいたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。皆さんは累計誰が出ましたか？ぜひコメント欄の方に書いていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。